長里正樹は神奈川県厚木市出身の女子サッカー選手。NWSL レーシングルイビル所属。ポジションはフォワード。2012年から2016年までの登録名は大木美正輝。実刑の英里元気、実前の長里あ野のは二人ともにサッカー選手である。兄、英里元気の影響で小学1年生の頃林サッカークラブでサッカーを始める。 FC 厚木レディスを経て、日テレメニーナに入団。13歳で、最寄りの神奈川県厚木市立沖の中学校に通う。本人が一生の思い出に残るゴールという、中学生らしからぬ強く速いシュートで、大学生との試合に勝利したのはこの頃。中学2年時には、背番号10をつけてプレーし、同時に日テレベレーザにも登録された。 中学3年時には U-18 ユース選手権に出場。チームは優勝し大会最優秀選手賞を受賞した。また、日テレでも2試合に出場し、L リーグデビューを飾った。神奈川県立厚木東高校に進学した2003年は、足の故障により、出場機会に恵まれなかったが、2004年、アテネオリンピックアジア予選のメンバーとして、 日本女子代表に初選出され、同年4月22日の対戦で代表戦デビューした。この頃からチームでの練習後に個人的に行う居残り練習をはじめ、すでにブレタマも習得していた。居残り練習によく付き合っていた小野寺志保は、長里が世界的なストライカーになることを予感していたという。2005年には5月21日のキリンチャレンジカップニュージーランド戦で、 初得点を挙げると、続くロシア遠征での2試合、東アジア女子サッカー大会2005総合試合で、連続して得点を挙げ、日本女子代表では、最多大記録となる国際 A マッチ4試合連続得点を達成した。東アジア女子サッカー大会2005にも出場したが、この時は、無得点に終わった。2006年7月に、 オーストラリアで行われた 2006AFC 女子アジアカップではチャイニーズ台北戦で5得点を含む合計7得点を挙げ同じゴール数を挙げた韓国代表の手静粛と共に大会得点王になった2007年に中華人民共和国にて開催された 2007FIFA 女子ワールドカップに日本代表の一員として出場グループリーグ第一戦では 後半86分に、磯崎博美と交代する形で出場した。第2戦では先発出場、後半ロスタイムに決勝点となる得点を挙げた。第3戦にも先発出場したが、76分に、宮本智美と交代した。2010年1月より、女子ブンデスリーが一部所属の FFSVA なの、練習に参加していたが、 その後ドリーグ一部所属の1回開始、海外シートリビネポツダムへのプロ契約による加入が発表された。日本人史上初の UEFA 女子、チャンピオンズリーグ決勝戦では、後半21分から試合に出場し、PK 戦でも6人目のキッカーを務め優勝に貢献した。2010年3月に、東海大学体育学部を卒業。2011フィファ女子、 ワールドカップではエースストライカーとして期待され、初戦で開始早々に先制点を決めるが、徐々に前線での孤立が目立つようになると、準々決勝ではハーフタイムで交代を命ぜられ、準決勝以降は控え、スタートとなった。チームは歴史的な優勝をしたものの、長里自身は決勝で失点のきっかけを作ったり、PK 戦で日本で唯一失敗するなど、 不調のまま不完全燃焼で大会を終えた。アジア人として初の欧州 CL と W 杯制覇。2011年7月、メンタルトレーニングコンサルタントの大木美孝介と入籍したことを本人のブログで公表した。2012年6月9日に結婚披露宴を行った。これに伴い、日本サッカー協会に対して、大木美正樹名義での登録名変更申請を 行い、ロンドンオリンピックから大義、未明義で、サッカー選手活動を行うこととなった。ロンドンオリンピックでは、全試合に出場し、チームトップの3得点を挙げるなど銀メダル獲得に、大きく貢献した。オリンピック外戦パレード2012から13シーズン、リーグ戦で18得点を挙げる活躍を見せ、初のブンデスリーが得点王に輝いた。2013年7月、 イングランド f a 女子、スーパーリーグのチェルシーへの移籍が発表された。2015年1月、ドイツブンデスリーガの VFL ボルフスブルクへ移籍。2015年8月、1、海回 C フランクフルトへの移籍が発表された。2016年リオデジャネイロオリンピックのサッカー女子、アジア最終予選の日本代表メンバーに選出され、オーストラリア戦で1得点。 ベトナム戦で一得点を挙げたが、チームは予選2位以内の可能性がなくなり五輪出場権を逃した。同年4月6日、大美康介と離婚したことを自身のブログで報告した。2017年5月1、海海 C フランクフルトを退団し、アメリカ NWSL のシカゴレッドスターズへと移籍した。同年9月3日に行われたノースカロライナカレッジ戦に後半から、 途中出場し、後半9分に移籍後発得点となるゴールを記録した。2020年9月10日、男子のハヤブサイレブンに2020年12月31日まで期限付き移籍することが発表された。同年10月26日、2021年シーズンから NWSL へ新規参入するレーシングルイビルへトレードされることが発表された。 同年12月19日、女川長官交大使に任命された。ありがとうございます。